レッド・チェッペリン・アイ、レッド・チェッペリン・アイ、LED ・ゼプリンは、イギリスのロックバンド、レッド・チェッペリンのデビューアルバム。1969年1月12日発売。プロデューサーは、ジミー・ページ。レコーディング・エンジニアは、グリーン・ジョーンズ。1968年夏、イギリスのブルース・ロックグループ、ヤード・バーズから、キース・レルフ及びジム・マッカーティーが脱退し、 残された二人のうちクリス・ドレイアも写真家に転向することを決意した。ただ一人残ったギタリスト、ジミー・ページはバンド名の継承権を得るとともに、ヤードバーズが契約していたスカンディナビアでのツアーを実施する責務を負わされることとなった。ページは急遽、セッションミュージシャンとして、霊名高かったジョン・ポール・ジョーンズ、若手の無名ボーカリストであったロバート・プラント、 同じく若手の無名ドラマーであったジョン・ボーナムをメンバーとするバンドを結成し、ニューヤードバーズの名でツアーを行った。10月19日をもってバンドは、レッド・ツェッペリン2回目へ、同月にロンドンのオリンピックスタジオで最初のレコーディングを開始した。スカンディナビアツアーの間に楽曲のすり合わせは十分できていたため、このアルバムはわずか9日間。 36時間のスタジオワークで完成した。総制作費用は1782ポンド。時間的余裕がなかったことに加え、ステージでも再現可能なものにするため、レコーディングはスタジオライブに近い形で行われ、オーバーダブも最小限に止められた。皆で話し合う時間も取れなかったため、アルバム全体の印象から細かなアレンジまでページが影響を与えたという。 レコーディングエンジニアは、後にローリングストーンズや、ザフーでも起用されたグリーン・ジョンズが担当した。ジョンズは、本作のプロデューサーとして、自分の名もクレジットするよう用したが、ページはこれを拒否した。ページは、本作で、ヤードワーッツ時代から温めてきた、たくさんのアイディア、それに加えブルース、ハードロック、アコースティックサウンドを合体させた、未知の音楽を作り出したかった。さらに、 音楽の光と影を表現したかったと語っている。また、誰も使ったことのないコントラストを用いるため、なるたけアンビエンスを取り込みたかったも語っているように、本作ではバックワードエコーを用いた感激を生かした空間感覚の演出に特徴がある。その空間感覚を生かすため、本作に関しては、最初からステレオ版のみでのリリースとな、1960年代末には、 まだモノラル版のアルバムも珍しくなかった。表ジャケットは、燃え落ちるゼッペリン飛行船、ヒンデンブルク号、ヒンデンブルク号爆発事故の写真を点描したものになっている。手がけたのは、当時ロイヤルカレッジ・オブ・アートの学生だったジョージ・ハーティ。このジャケットデザイン及び、レッド・ゼッペリンのバンド名について、ザ・フーのジョン・エント・イッスルは、生前、自分のアイデアであると主張していた。 だがページは、バンド名は、キースムーンのアイディア、ジャケットデザインは自分たちが考えたと否定している。デザインを手掛けたハーティは、最初に自分がプレゼンしたデザインが、ページの気に召さず、ページから炎上する、飛行船の写真を見せられ、これを複製しろと言われたと証言している。なお、表ジャケットのバンド名のロゴは通常オレンジ色だが、イギリス書回版は青色であり、 数千枚しかプレスされなかったこともあり希少アイテムとなっている。裏ジャケットにはクリス・ドレアが撮影したメンバー4人の写真が使われている。メンバー全員が1枚に収まった写真がアルバムジャケットとして使われたのは裏ジャケットを含めても本作の裏ジャケットが唯一のものになる。また LP 版では裏ジャケットに記載されている。 各曲の演奏時間が実際とは違うものが多く、8分半も、ある、How Many More Times は、なぜか3分30秒と記載されていた、CD 版では、修正済み。なお、日本の初回版は、レッドチェッペリン登場という放題が付けられていた。レッドチェッペリンは今1969年1月12日、まず、アメリカで発売された。発売直後に、 アメリカ最大手の音楽雑誌であるローリングストーン誌から好ましくないとレビューされたのにもわらずビルボードのチャートに73週連続チャートイン最高位は10位2014年にリリースされたリマスター版はオリジナル版発表時を上回る7位を記録するイギリスでは1969年3月28日発売79週連続チャートにあり 最高位は6位。イギリスでも2014年版が最高位7位にランクインしている。結局この1782ポンドで制作されたアルバムは1975年までに350万ポンド以上を売り上げたものと推定されている。2014年までのアメリカ国内での販売累計では800万枚が出荷されたと推定されている。 1986年初 CD 化。1993年のコンプリートスタジオレコーディングスで全曲リマスター化。1994年には単独でリリースされる。なお、この版では左右のチャンネルがオリジナルと反対にされている。2014年最新リマスター版が2、3と同時にリリースされる。この版でチャンネルがオリジナル版通りに戻された。 本作にはアウトテイクや別バージョンは存在せずデラックスエディション及びスーパーデラックスエディションのコンパニオンデスクには1969年10月10日のパリオランピア劇場でのライブ音源が収録されたモノラル収録当時プラントは他との契約が残っていたため本作では作者クレジットはされていない1969年10月10日パリ オランピア公演より、リリース当時、音楽評論家たちの本作に対する評価は概ね、厳しいものだった。ロックミュージックが、転換期を迎えていることを印象づける作品と、評した、オズ氏や、一瞬たりともだれることがないと評した、ビートインストゥルメンタル氏のように好意的に評価した、プレスもあったが、ローリングストーン氏は、このバンドが伝えていることは、3ヶ月前に、 ジェフベックグループが表現していたことと変わらず、しかも、それよりうまくないとコキを下ろした。しかし、その後バンドが成功し、年月が経つにつれ本作の評価は高まっていき、現在では、ローリングストーン氏のオールタイムベストアルバム500とオールタイムベストデビューアルバム100において、それぞれ29位と72位にランクインしている。 ブルースを基礎としてギターによるリーフの上にシャウトするボーカルを被せるという音楽のスタイルはクリームとジミフ・ヘンドリックスそして直接的には第一期ジェフ・ベック・グループが宣伝をつけていた彼らとチェッペリンの大きな違いは彼らがあくまでブルースを基盤にした演奏であったのに対しチェッペリンはブルースから一歩距離を置きそれを素材にオリジナルの加工を施して新たな音楽として 提示したことにあった。また、ページの音楽の光と影を表現したかったという言葉に、あるように、ゴナリーブユーや、幻惑されてのような楽曲では、ドラマチックに展開する、曲構成で生と同、影と日のコントラストを見事に表現し、曲にダイナミズムを与えることに成功している。さらに、ブラックマウンテンサイドでは、ワールドミュージックへの接近が見られ、これが、後の傑作、 カシミールの誕生の布石となる。ページが後年、ファーストに全てがあり、あとはそれをどのように発展していくかだったと語っているように、セッペリンのスタイルは本作で確立していたと言える。だが、本作に収められている曲には、既存曲からの登用、流用が多く見られ、著作権表記は現代の基準から見ると問題があり、曲によっては原性を書くものであることには現在でも、 批判がある。これについてページは、僕等がしていたのはあくまで引用で、そういった楽曲には必ずゼップなりの新鮮な空気を吹き込むようにしていた。正式にカバー曲としてクレジットしてあるもの以外は、そのままプレイしているものはなく、ゼップバージョンから、そのオリジナルが何かなんてわかるものはないはずさと、弁解している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。